さあ、喜びの庭にやってきたんですけれども、一応注意していただきたいのが、今回、喜びの庭自体は縮小しておりません。レッドフォレストのマザーズ・ウェディングと城西の神殿はサイズ小さくしたんですが、えー、喜びの庭だけはマップサイズ変わってないので、その点は注意してください。まず目立つ変化で言いますと、こういった板狂がですね、今までこのボコッとしたのしかなかったのが、この上に木が追加されて、まあ、明確にね、当たり判定とかがわかるようになったって感じですかね。 ここも木の枝が追加されていて、当たり判定を明確にする目的だと思われます。それと、小屋の外壁をですね、ちょっとわかりやすくした、スッキリさせたみたいなことを言ってたんですけど、まあ、スッキリしたのかな <laughs> あんまり前の覚えてないんだけど、まあ、スッキリしたらしいです。固有うう建築の手前なんですけど、いつもここに車があると思うんですけど、ここになんかプランターみたいのができてて、ここに板が1枚ありますね。 まあ何回か入ったんですけど、ここに板がないパターンもありました。それと、ここの板ぐるがですね、まあ柵、従来柵があったところなんですけど、この柵がなんかでかいオブジェクトに変わってて、まあ、ここ板あるパターンとないパターンがあるのかな。はい。そして固有正面、先ほど紹介したこのプランターですが、ここに板がないパターンの時は、えー、こっちのところに板があるっていう生成になってるみたいで、こっちになければこっち、こっちになければこっちっていう感じでなってるので覚えておいてください。 じゃあ、小湯の中入ってみます。登って右手のこの最強板は未だ健在で、正面入っていくと、左手側は特に変わってないですね。ここに板があって、まあ、ない時もあるで。この入って正面の,あの最強窓に通ずるところが破壊可能壁になっていて、これ絶対破壊可能壁ここにあるんですけど、ここをね、まあ、壊さないことによって、この窓枠を超えた後に、 ここをこうループするっていう生存者の動きができなくなってるんですね。なので、キラー側は一旦この破壊可能壁は壊さない方向で動いた方がいいかなと思います。まあ一応こっち側でループはできるんですけど、ここであれば、まあここでこう飛ぶ飛ばないの読み合い、そんなに長い距離じゃないんで、に持ち込めるので、破壊可の壁は壊さないのが基地かなと思います。そして固有の2階なんですけども、従来 こっちからこう発電機の方に行ってたと思うんですけど、で、ここに破壊可能壁がありましたよねで。これがデフォルトでなくなっていて、こっちに破壊可能壁が移動しました。なのでサバイバーはこの奥の窓飛ぼうと思ったら、こう回り込む形になると思うんですね。まあキラーはここ割っても割らなくてもどっちでもいいかなっていう感じではあるんですけど、この発電機へのアクセスの仕方がまあ二通りになったよっていう感じですね。この最強窓は変わってないです。 あとまあ上から見てみるとわかるんですけど、ちょっとこのこっちエリア、スッキリしたかななんかあの辺もっとオブジェクトとか木とか生い茂ってた気がするんですけど、少しスッキリしたような気がしますね。あとなんかこういう人形の頭が刺さってる怖いオブジェクトもあります。さあ、マザーズ・ドゥエリングにやってきました。マザーズ・ドゥエリングは先ほどもお話ししたように、マップの縮小が主になります。 ここに固有があるんですけど、こっち見てみると、もうすぐにマップの外周がありますよね。固有が移動してきたってよりかは、外周が削られたというイメージですね。まあ、全体的に言うと、まあ、前の1割から2割ぐらい外周が削られたって感じですかね。ちょっとわかりやすいように固有から一周してみます。ここスタートで、こう行くとすぐ外周のオブジェクトがあって、こう回っていって、 で、ここがもう一個の角。で、このまま小屋まで突き進みます。はい、ここで小屋ですね。もうすぐ地熱つくと思うんですけど気にしないでください。で、このままこう行って、もう一個の角と。で、ちっちゃいミニ固有があって、ぐるーっと来て、 また固有に帰ってくると。いう感じですね。今の映像を見て分かったかもしれませんが、あの、元がでかすぎて、カットされてもなお広く感じるっていう現象に陥ってますね、これ。いろんなキラーで試してみないと何とも言えませんが、まあ、バランスのいいマップではまだないかなと。そういった印象を受けます。というか、マップの広さもそうなんですけど、グラフィックアップデートのタイミングで入ったこの、 濃い霧をね、なんとかしてほしいですよね。デフォルトで霧のオファリンが焚かれてるような霧の濃さになってて遠くが見通しが悪いので、これをね、どっちかっていうとなんとかしてほしいかな。ボルゴもそうなんだけど、あの赤い色をね、なんとかしてほしかったりします。では、固有を起点に見ていきましょう。固有からこっちにぐーっと行くと丘があって、で、こちらにチェイスポジションが一つあって、このまま下っていくと、 これがあるんですけど、これね、ちょっと勘違いしそうになるんですが、従来固有の裏側にあったものがこっち側に移動してます。なので板がここに1枚あってっていう感じで、逆に従来ここにあった大きなこの石のオブジェクトは、あの固有の裏手側の方に移動してますね。完全にチェンジした感じになってます。でこの、ここのエリアがね、結構縮小したかな。 前この辺に板車とかあったと思うし、まあ、ジェネが湧くこともあったと思うんですけど、この辺がかなりバッサリカットされたかなっていう印象です。ですぐに小屋がここにありますね。で、ここにチェイスポジっていうのは変わらずで、他も、まあよくありますよね。この辺は変わってないです。これがさっき入れ替わったって言ってた石の建造物ですね。 でここもまあそんなに変わってないかな。ちょっと板減ってるけど、まあこれは生成によると思うので。はい。で、従来はこっちの方にもう一個出っ張りがあって、チェイスポジがここに一個あったと思うんですけど、それが丸ごと撤去されてちっちゃくなっております。っていう感じでマップぐるっと一周になります。固有の中とかは特に構造の変化はありません。 今何回か入り直してみたんですけど固有正面に見た時にこっち側にちっちゃいオブジェクトそして固有の裏側に背の高い石の建造物が湧くっていうのはもう確定みたいですね何回入ってもこの生成になってました最後に総評なんですけど喜びの庭はね全然変わってないですね従来通りきついマップになってます一応固有の窓枠付近破壊可能壁増えたおかげで戦略は立てられるんだけれども キラーが不遇マップななのは変わってないですねでマザーズ・ドゥエリングはね、やっぱり元が広すぎたっていうのもあって、あんま縮小した感じがしなかったかな。あの、マップの端から端まで見るとすげえ遠くに感じるし、まあ、今までが狂ってたんだなって思わされるんだけども、まあ、もうちょっと縮小してもいいかなっていう感じ。で、城剤の神殿はかなりいい感じだと思います。別に僕、もともと城剤の神殿そんなに不満なかったんで、 今回こうやって縮小してくれたおかげでかなり立ち回りやすいマップになったなっていう印象です。ベル DVD 解説